織田信長の真意を知り、劉備らは安堵した。織田軍、そして旋回の徐霞と名田も加わり、連合軍はさらに盛況さを増す。しかし防備を固める間もなく、オリンポスの女神アテナが上杉の本拠に迫る。神の軍勢との戦いが本格的に始まろうとしていた。新たに敵の神が降臨した。その原因はやはり我らの腕輪にあるのでしょうか。違うとは言えぬな。だがそもそも神がこの世界に来なければ何も尋ねることはできない。私たちにとってもあまりに手がかりが少なすぎるのだ。むしろ神が動いてくれてよかったよ。ですがこの力を使えばまた敵が増えるかもしれません。なるべく頼らぬ方がいいのかもしれませんね。すまない、私が何も知らず不用意に腕輪を探させたせいで。ペルセウス殿のせいではありません。あなたはこの世界を救うため懸命に動いてくださっている。むしろ感謝しています。ねえ早く行こうよ、僕待ちくたびれちゃったんだけど。ああ待ってください、ナタ殿。ナタめ、相変わらずせっかちな。では私たちも行くとしよう。さあ、ゼウスに忠誠を誓った者たちよ、この世界を我らのものとするのだ。思った以上に敵の数が多いな。すでにかなり押し込まれているようだ。献身校のもとへ急ぎましょう。大きい参上。あの人たち、なぜ急に攻めてきたんでしょう。私の筋肉通じるのかな。戦うぞ。はい、後ろ向きになるなど隠蔽殿らしくありません。筋肉で戦うのではなく魂で戦うのです。雪村殿は難しいことを言うな。大きい参上。セウス、我が欺き腕輪を盗んだ裏切り者、何としても奴を捕らえ責任を果たさねば。落ち着け、アド。兵は廃してある。奴が引っ掛けられてくるのを待つのだ。私が行こう。少子校マイク。アテナはなぜこうもあなたを敵視するのでしょうか。彼女には随分目をかけてもらっていたからな。だが裏切ってでも私にはなすべきことが。何言ったようだな。救援者、この七共に楽しまぬ黄金の輝きをまとわん。いい筋肉をお持ちなんですね。自分ずっと見ていたいくらいです。大きい参上。私が行こう。私が行こう。駆け引きの妙見せてやろう。お前の相手は私だ。私が行こう。私が行こう。私が行こう。
見事だ。これからも頼みにさせてくれ。ですが、まだ終わっていません。影勝と金継が前線で戦っています。なんと、急ぎ向かわねば。ペルセウス殿、どうかなさいましたか。ああ、驚いていた。雪村殿も銀兵殿も戦場に立つと人が変わるから。そうでしょうか。私、戦場でも普段も非力だから申し訳ないです。狂気参上。私が行こう。という屈辱。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。父の子ではある。ペルセウスは所詮半人。人の血が時に愚行に走らせるのだろう。胸などどうでもいい。私が奴の隙さえ見せなければ。我が手に光を焦がれんだ。行かせませんわ。どうしてもというなら悪夢を見てもらうことになるわね。か弱い君たちが僕を壊せるとでも。仕方ないな。現実を教えてあげるよ。シャキッとしろよ。欲しくてたまらなかった男が目の前に。なんという気迫だ。戦いが望みなら相手になろう。あなたたちの勘忘れない。おお、できるな。私と共に戦うならそうでなくては。これでお二人のもとへ向かえる。影勝様、金継殿、しばしお待ちを。私を恥ずかしめるなんて、覚えておきなさい。この世界の人間の力は計り難い。思っている以上に強く、そして尽力的だな。私が行こう。そんな集大を晒すとは。俺に勝てると思ってんのか。
敵なれば容赦できぬ。いざ厳正なる勝負。それでこそ葬儀の勝負。我が鉄壁の守り崩してみよう。あらがる人間め、無駄なことと知るがいい。なんという大軍、覚悟を決める時か。剣を取る。はい。冷静不利か。だがまだお前たちに倒れられては困る。私とナタで食い止めよう。その間に戦場を脱するのだ。なぜこのような世界を作り出した。我が父ゼウスがそう望んだからだ。くだらんな。へえ、結構強いんだね。説明は後だ。我らに協力しろ。余下にあった。だが我が力欲しくば貸そう。ここは我ら三人で食い止める。お前たちは戦場を脱するのだ。しかし雪村、ここは逃げよう。あの力私たちでは太刀打ちできない。モーキー参上。私が行こう。さすがです。あなたならばと思っておりました。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。私が矢が手に光を焦がれ。やっぱりこっちへ来てまったが、しょうがないよ。残念だが、ここは当選。室内殿、なぜ。雪村殿、気をつけて。すごく強そうな子たちがいます。雪村、救援の狩り今こそ返す。ここは任せよ。お前たちは迂回し退路を確保するのだ。ペルセウス殿、行きましょう。あなたとならどんな窮地も切り抜けられる。私もそんな気がしてきたよ。我が国民、すまぬ、長男。ユーミだな。いえ、私の力が頼むばかりに。はい、はい。やっぱりスサノオは強いや。でも僕の敵を取らないでよね。だが、この世界の敵は手強い。我が右腕なるナレがいれば助かる。おお、その力で世に正しきをなさよ。なぜ邪魔をする。人間がどうなろうと貴様らには関係あるまい。お前は言うな。
知らなすぎ、奴らを守るアナドロイズです。私の知力が破れようとは。バカどもだな。こうなったら腹くくるしかねえ。三成、あの二人を止めるで。今こそ闘志を燃やさん。二人とも、なぜ私たちが戦わねばならないのです。そのまっすぐな目でまっすぐな質問をするな。答えられぬ状況を察しろ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。彼女たちなら心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか、その時は今一度力を合わせましょう。ああ、不思議だな。君たちとなら乗り越えられそうな気がする。いざという時のために船を用意しておいた甲斐がありましたね。
急いで乗り込んでください。おお、これぞ天の助け。感謝するぞ諸葛亮殿。追っ手がかからないうちに急いで逃げましょう。結局城を守りきれず申し訳ありません。謝ることはありませんよ、雪村。あなた方がいなければ私たちはどうなっていたか。救援者ず、あの敵は強すぎる。アテナにアレス、そして腕輪の力を扱える者が二人か。こちらも腕輪を使わねば勝つのは難しい。しかし腕輪を使えば敵がさらに増える危険もあります。一体どうすれば。今は思い悩む時ではありませんよ、雪村。せっかく戦界の方々が足止めしているのです。まずは逃げ切ることを考えなければ。